こんにちは、野球ユーチューバーのもこです。はい、こんにちは、みつんです。よろしくお願いします。バー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 、今回はですね、天才野球少女、あおいちゃん、カモーン前はい、お名前お願いします。あおいです。よろしくお願いします。ちょっと、見てください。ちょっと、めいちゅんと身長が変わらないし。小学6年生。はい。ふざけんな。なんで？負けた。今回はですね、今ネットで話題のね、小学校6年生の天才野球少女、葵ちゃんに来てもらいました。葵ちゃん、ちなみに、明治さんの生徒さんとして、小学校、何歳ぐらいだったの？ 4歳。行こう、行こう、やらせよ。サイズやらせよ。4歳から始めて、今球速ってどれぐらい？116だな。ちょっと高校生とか普通に小学生。そんぐらい。名著で何キロくらい？100。行けばいいくらい。そうそうそう、そうね。名著といえばキャッチングなんで。名著とバッテリーを組むのが夢やって。かわいい。そう、名著さんに受けてもらう。いや、もう本当に本当にガチガチガチ。違う違う違う。それはできた大人、それはできた小学生やわ。じゃあ今日は一日楽しんでいきましょう。それでは、それでは動画をご覧ください。よろしく。 OK、 いきます。それでは動画をご覧ください。よっしゃー、はい。音すげえな。うお、怖いよ。はい、やだってさ、言ってしまえばさ、今までで一番最年少やね、野球女子の中で。そうやね、絶対そうやね。最年少、すごい。最年少で一番早いじゃない、たまに。そう、一番早いね。あれ、肩甲骨がすごい。そうなんです、そうなんです。普段トレーニングとかはどういうの？はしてます、うん、肩周りとか。いや、普通にも足、太ももの。あ、そうなんだ。下半身強化やって。やらかいでしょ、まあ、下半身鍛えてるって。肩甲骨が柔らかいって言われて。めちゃめちゃ柔らけえわ。俺、入るでしょ。そうだね。分かんない。後でメイチでやってもらおう。ちょっとずっとビタビタ。なんかさ、キュッてくるよね。やばいいね、すごい。結構回転数がすごいんだよ。ちょっと座って。お願いします。なんだその感じ。しろって言われてできないね。ちょっとね、キャッチボール受けた感じ、メイチュン、ちょっとこんなに速い球投げる女の子いない。マジで初めて会った。てか向こうの女子の中でも一番早いかもしれない、下手したら。はい、というわけで、はい、初めてね、メイチュンが少女とキャッチボールするということで。何歳今？12歳。今年12。今22歳です。じゃあ一回り。ちょっと一回りで、身長は同じということで。なんかいい。なんかものを一気に覆されたりとか。でもなんかいいコンビだな、バランス的にもな、バランス的にもいい感じやから。で、いるわ、いるわ。いないいないいない。いや、奇跡のバッテリーというか。お母さんと娘には見えない、大丈夫。絶対見えない。姉妹に見える、姉妹に。で、ちなみに葵ちゃん、球種ってストレートとスローボール。スローボール。あ、スローボール投げる子初めて聞いた。確かに確かに。あったことない。小学生、あ、そうか、変化球ないですね。じゃあストレートとスローボールを、でグーとパーで。小学生変化球ないから。少年野球って変化球投げたから。投げてない。そうなんじゃないか。そうそう、だからストレートと変スローボールだけ。肘痛めて。じゃあよく240キロのビタ止めとか見てくれてるらしいんで。名中が取れないストレートを投げる。いや、めちゃめちゃコントロールいいから。よし、じゃあ行きましょうか。お願いします。しゃ、最後。
たとめ、見たとめ。シスターカップだっけ、あの女の子たちの戦いで何奪三振だったの？17え、何イニング？7回、うんうん、7回投げて17奪三振でもほぼ三振ってことで、ノーヒットのランが欲しかったやん。ちょっとすごいね。ちょっとさ、あのさ、まださ、メイチュンがあのキャッチングがなんか本調子じゃないらしいから、メイチュンさん、ビタ玉お願いしますってこの後ちょっと大きい声で言ってもらって、ちょっと、はい、OK、もっともっと多分いい音鳴らすと思うから、もっとビタビタないと、はい、ちょっと横でも撮ろう。メイチュン、ちょっと大きい声で、メイチュンさん
匂いも匂いも。マジで？うわーいい。うわーいい。すごいすごいってすごいって。こちらこそよ。こちらこそよ。投げていただいて。天才、努力の、努力です。あ、そうなんや。練習ばっか。幼い頃からちゃんとトレーニング積んで、あ、なんかこういうのを100回やってるらしい。え、それキャッチャーじゃなくて？ミリシンボールで3キロぐらい持って、どうやったの？あ、反復みたいなやつですか。はい、でも軽い。ちょ、お前やってみて。お前やってみろ。重い重い。もう軽さが違うわ、なんか。あのこの後ね、あの打撃と守備行こうかなと思ったんだけど、もう肩温まってるからこのまま対決行った方がいいんじゃないですかね。じゃあ今から対決よろしくお願いします。どういう？いや油断させてるんだよね。なるほどね。